天証、当然、開封のギー当たったよ当たったよ、えー、今、こちらですね、うずらがぐるぐるしております。うずらぐるぐる。今日もちょっと、あの、出かけようと思ってたら、いっぱいいろいろ来たので、開封していきたいと思います何が当たったんだって、これまず、 まずこれはですね、この、これは、ハミーからのお届け物です。私が大好きな、えー、これですね。充電器と、充電、充電器と、もう、もうお分かりですね。私が何が好きなのか。充電器と、え、ケーブルです。また買ったんかよ。そう、このケーブルがね、結構ね、ダメになっちゃうのよね。あの、 断線するのよあのよあ好きな感じだとで激安のやつだと線から来ないのあれがあの電流が来ない理想的な充電ができないこんな感じで細いやつは断線しちゃったりとか結構ねするんですよ普通にあのこう使ってて使ってて断線したりとかするんでなんですよ使ってる量とかも多いんでね でこれを買いますちょうどハミーのやつが、まあ、一番いいかなみたいな値段もそこそこで、えー、なかなかお気に入りです、えー、今回ちょっとミッキーバージョンあったんで買ってみましたどうでしょうかこれちょっとなんか外に持っていくのはなんかこれちょっとテンション上がるんじゃないかなと思ってミッキーの、うん、買ってみましたあと普通の。 ケーブルちょっとねこれもね長す長すぎりゃいいっていうもんでもなく短くてもいいっていわけでもなくカラーリングも結構いろんなバリエーションあるんですけどまあ、うん、まあまあっていうこんな感じですねで新しくこの充電の充電器というものをちょっと買ってみましたはいそんな感じですなんかちょっとデザインが 面白い感じなのでちょっとこれをね買ってみましたはいそしてうずらはですねこのようにあの2匹いればただね一緒にいさせるとダメなのよこの人たちはあのつつ,つついたお互いのねあれをつつ,つついちゃって頭ハゲになっちゃうからダメだからこのようにですねどっちかを虫かごに入れてこ,こ,このモンスターボールのこの。 かごに入れて、そうすると、あの、近くから離れないので、そして今、あの、うちのちびすけが、うんこ焼きを作ってまいりました。だんだん、あ、汚ねな、これ。もうちょっと、うんこ焼き、今、うんこ焼きのうんこを極めて作っております。はい、はい、これ、もう、も,うもっと頑張る、頑張るべきだよ。で、えー、 今、うずらはね、こうやって、あの、二人、姿が見えるようにだと、おとなしいっていうね、うずらが、カッカッカーって鳴くんで、本当に、可愛いけどね。で、今回、届いたものがこちら、こちらこちら、なんかね、冷蔵が来たから、緊急に撮影することにしました。はい、もう、純不動になってきます。えーえっとね、 2022年、えー、ど、どっちが先ってこともないんだよね。どっちが先到着で届いてるんで、現在6個ですね。いつまで数えてられるかなんだけど、えー、1個目が夢と希望。まあ、あい、1発目で届いてるから、まあ、夢と希望。そして、えー、2個目が、2個目が、 あもうだんだん忘れてきたわ2個目がうん、えー、とねあああのパンパンダ3個目がえー、メイヤムサシ4個目が3万の商品券3000円分伊藤園ですはいそして4個目5個目は到着ですもうこれくらいから言えなくなってくるよ 言えなくなってきます。えー、この JA 全農ミートフーズ株式会社って書いてある、この、綺麗に包装されて、えー、こちらがですね、あの、ち今、開封、開封。これ冷蔵なんで、なんか肉が入ってるっぽいね。だから冷蔵だからさ、すぐに撮影しないと。あとちょっと不在で一件来てるんで、もうん、ちょっと。 ああ、ああ、ああ、爪、あ,あ,あもうこ、こういうのがね、ダメなの分かる,分か,るかな、これ。多分あーこういうさ、中途半端なセロテープ、ね。手ごわい系のセロテープだよ。手ごわいよ。いやあ、じゃーん。じゃーん。あ、あ、おめでとうございますって入ってる。 おベルクオリジナルあベルクですねベルクですねベルクオリジナル対象のビールとえ国産銘柄豚購入で飲んだら飲んで食らって当てようぜキャンペーンこれが画面越しに見ると全然文字が読めないからちょっと外して。 ベルクオリジナル企画。対象のビールと国産銘柄豚購入で応募。飲んでくらって当てようぜキャンペーン肉コース、アグー豚1キロ詰め合わせセット。ロース500、バラ500。やりました当たりましたベルク当たりました。どんな検証か覚えてないけどなんかね、肉買って、肉と、 ビールを買わされた気がするビール。朝日の、朝日のビールで、であと、うん、あぐ、あぐ、こう、こうでしょ多分、あぐ、あぐ豚かななんか豚の、なんかベルクのさ、なんか指定のやつが、えー、買いました。買いました、これ。あ、冷凍だ、冷凍。やべえ、やべえ。冷凍なのに、冷蔵庫に入れちゃったよ。ああ、今、開封しといてよかった、これ。 これ何ちょっと熱、熱い肉だよ、熱い肉。こんなのね、ナスビの検証生活でこれ当たったら、もう思いっきりね、踊ってるね。うん。あーちょっと熱、熱くもないかな。これ、トン的に最適的な。あれ、食料がね、あの人ね、食料が当たると、私リアルには見てないんだけど、あの、YouTube とかで、 見て、これいつまで ?6 月まで。6月まで。食料としてはこれちょっと冷凍で保存した、しときたいかなと。最近ね、こういう感じの真空パックで冷凍のやつって結構日持ちするので、ただ買うかって言ったらこれを買いますかって言ったらちょっと油多いでしょう、これ。まあ、それが美味しいって言われたらそうなんだけどさ、油が多いような気がするんだよね。うん これもちょっと頂い,いといて文句言うのは何なんですけど豚肉ってそうな豚こまが100円ぐらいだから1キロって言ったら100円1キロちょっと1 0 0ムが100円1一キロ1 5 0 0 2 0 0 0円分ぐらいかな 1, 1キロって言ってうわーいって言うかもしれないけどでもなんかさ あ脂肪うわ、ちょっとこれ本当になんか脂多い感じの肉ですね。なんか、ピンクのとこよりも、脂のこの辺の方が気になる感じ。沖縄県産ア牛豚ってそうなのあ,あ、やっぱああ、オイリーなの脂なのこれ、あの、なんだろう。脂をさ、この脂肪っていうのかなあれはね、1キロ 一万とかで買い取りますとかっていうさ、あれもあるじゃんね。うん。なんだかな。よし。ちょっと。これはちょっとしまってきて、これ冷凍だって冷凍庫に。はい。おめでとうございますイエーイうず太郎くん、喜んでください。うず太郎くん。これ太郎くんです。太郎くんです。 ウズ太郎です喜びの舞うずらが待っております喜びの舞喜びの舞当たったよ当たったよ検証が当たったようずら喜びの舞そしてちょっとうずらのメンバーチェンジをしたいと思います。うずらメンバーチェンジ出てこい出てこい うずいちあれモンスターボール開かねえなモンスターボールちょ,ちょっと待ってねうずいちはいはい結構うずらも大きくなってきたはい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 、メンバーチェンジメンバーチェンジはい、うずったナが入れよし これもね、あの、兄弟を平等に育てていかないといけないので。はし、はい。はい。うずいちです。ある。思った、思った、思う、思ったよりも全然、喜びの舞いしてくれない。こちらはですね、むちゃくちゃ重いの。むちゃくちゃ重いですね。これね、タイトル見て、 結構びっくりしたんです。なんか開封してさ、そのお店の名前が出てくるかどうかがちょっとわかんないですけど、一応ね、宅急便で届いた宅急便のところに、あの、店の名前が書いてありました。まだね、うちね、あの、あうちまだね、あれやってないですよ。あの、 カルビー大収穫祭の箱をぶっ壊すやつまだやってないのよちょっとダメねおな何これおお1ペース当たりましたあキリンってなんか今これキャンペーンやってないこれうずいち うずいち、そっち行ったらダメ。うずいちは旅立つんだよ。うずいち戻ってきなさいうずいちうずいちはすぐた旅立つ。キリンってすごい偉いね。キリンって。いやー、なんか一つ箱の中に入ってるから、いろんな飲み物詰め合わせかと思いきや、書いてありますね、これ。えー。 ご当選おめでとうございます。コモディーダ。コモディーダここで来たかよコモディーダクリスマスケーキは当たんなかったんですよ。コモディーダキリングループ共同企画キャンペーンにご応募いただきありがとうございます。って書いてある。コモディーダキリングループ共同企画キャンペーンとしか書いてなかったんで、中身がわかんなかったんだけど、なんか、あの、普通に、イミューズ、 イミ,ュイ,ミイミューズ、レモン、一ケースです。これでね、あのー、ナスビだったら、食べ物、飲み物はむっちゃ喜んでる感じだったんで、あのー、ちょっと、これ、これ、これ、喜びの、喜びの前をするさ、うずらが向こう行っちゃったからさ、ちょっと、喜びの前のうずら、ちょっと、ちゃんとこっち呼んで、 あいつ喜びの前次第で向こう行っちゃったっていう、すぐ旅に出るのがね、うずいちなんですね。で、あっちでカッカワッカーって言ってる。ということで、こちらは、ペットボトルが24。これすごいね。キリンは偉いね。あのー、この箱を箱で包むパターン。これだって普通にさ、 伊藤園とか、他の他社は、ゴーンって、このさ、ゴーンっていうかあの、これ、そのまんまラベルボーン貼って送ってくるのに、すごいこれ、感動したこれ箱で入ってるから、なんか、詰め合わせなのかと思った。びっくり。うん。そしてここでうず太郎が、 ウズ太郎。いや、お前近くにいいんじゃねえのかよって。何行っちゃったのお前みたいな。<laughs> そんな感じです。<laughs> もう勝手に、勝手に向こうに行ってしまったウズイチ。ウズイチはね、結構ね、冒険、冒険家であっち行っちゃったよ。ということで、本日ですね、キリンイミズと、えー、あの、アグブタ、アグブタ。 肉、肉。あれ、肉、肉だったら、こう、箸、箸かなんか持って、直接炙って、なんか、肉食ってたよ、ね、あのあ、箸じゃない、あの人、ボールペンでやってたなんか。缶、かんみたいなやつで、なんか、ご飯炊いたりとか。あれがね、ちょっとね、ワイルドすぎて、面白かった。で、今、チビと話したんだけど、あの、ちょうどね、あのナスビーに話しかけられたの覚えてるって言ったら、覚えてるって言って、 で、実はですね、たぶん、たぶん、も覚えてんじゃないかなと思うんだけど、あのー、うん、子供の時に、うちのちびすけが、うちの子、きゅうりって言うんですよ、あだ名がって言って言ったら、あキきゅうりくんとか言って、おじさんはナスビって言うんだよ、とかって言って言って、うん、言ってました。あの、絶対知らないと思うけど、 検証をやってたんだよ。検証生活をやってたんだよっていう、うん、ことを話した記憶があります。多分ね、自分のことね、ナスビとかね、きゅうりとか名前つける人ってなかなかいないと思うんで、うん、そういえば、まだ、まだ全然そんな検証とかなんかこう、こんなんで、なんか、一生懸命やるとは思ってなかった時に、ナスビに、 きううりくんんってて言われてんだよねうちねち、うん、ぜひなんかお知り合いの方がいらっしゃいましたらあの方なんかねあの福島と東京と行ったり来たりしてるって言って言って,てすごいなんかねなんだろう最初はそんな全然なんかうんなんか福島の復興とかでまあまあうちの子供が生まれてる時はもう震災のあとなのであの福島の復興とかって言って。 やりだしてでもまだ福島県としてもそんなになんかあの認めてないみたいな公認はしてないみたいな感じでなんかねあのもうすごい自分のゴリ押しで頑張ってる的な福島の福島の日にハワイアンズで会ったんですけどあのねものすごいなんか全然だからもうステージとかにいるとかじゃないんだよ もうほんと通路のところで勝手に旗立てて、福島復興とかって、で、あんまり人が来ないエリアのところなんで、人が来た時に、こうもうものすっげえ満遍な意味で、わーっともう人がいる時はもうものすごいなんかスイッチがオンになって、うわーってやるんだけど、あの人がいなくなると、結構暗いのえ。えって、で、私でナスビーとお会いし、会った時に、 なんか、顔はすごいでかいなって思ったんだけど、基本的に身長そんなにでかくないのよ。なんかあの、画面見るとすごいなんか身長がでかくて毛深い人のような感じはするんだけど、ゲは濃い感じ。なんか、まあもちろんヒゲとか剃っていたんだけど、なんか髪の毛とかヒゲとかのあの根がすごい濃いなっていうイメージはあるんだけど、身長がね、 そんなに高くなくて、私と同じか、ちょい低いか。だから168ぐらいな感じ。もうすっごい大男だと思ってたんですけどね。あの画面を見るからに。でも私の場合は、先に直接会ってからの、なすびっていうのを後、あと、あとから知るっていうパターンだから、なんか、うん、なんか、うん、その、 ちょうどテレビやってる時は知らなくて後から見てなんか説明を聞いて検証生活を1年半あの軟禁状態で監禁って言ったかな,なんかそういうのでや,やっててで韓国も行ったとかなんか聞いてもうそれよりももう マチさんっていうイメージの方が強かったんでなんかエベレストチャレンジエベチャレをやっててクラファンクラウドファンディングをやっている人っていうイメージの方が強かったんでなんかちょっとあと福島の日でいてで福島県のまだない まだそんな公認キャラみたいな感じじゃなかったんだけどもうなんか結構東京福島を自分であの行き来してあの、ね、芸人の方とかって本当にねあの勝手にイベントやってとかっていうのでもうギャラすげえもらえないのよあれ。呼ばれてていいくっていうあのー あれにならならまあミュージシャンもそうなんだけど前座とかあとはなんか勝手にその場所を貸してくださいって勝手にやりますぐらいな感じのやつだとお金もらえないんだよまあ、まあ、交通費もらえればまあって思うかもしれないけど交通費ももらえなかったりとか。 まあ500円がなんか大入り袋の中に入ってて500円だったりとか、まあ、そういうね不遇の時代みたいな,な感じでしたよあのだからなんかねなすびが「おじさんみたいになったらダメだよ」とかあの福島のなまってるなまりでですね「おじさんみたいになったらダメだよ」このねおじさんねまだね結婚もしてなくてね独身でねもうすごいねあの東京と。 福島と、えー、のこう行き来してね福島の復興をやってるんだよとかっって言って意外とね暗いのよあの。すごいなんかあの画面を見て一人であのマッパでさなんか踊ってるすごいなんかめっちゃ明るい「明るっ!」っていうあれはあれ一人でやってたからできたみたいななんか,なんかうんでもなんかプロ,プロというかンというか人が来た時に。 むっちゃなまんんべのいきなりなんかこう普通のオフがオフがむっちゃ暗いのに人来るとなんだろう口角とか顔全体がなんかこう上がるの目とかも目が見開いて「なす日だよー」みたいな感じでそれで写真を撮り,撮りたい人もねそんなにいないんだよね。そんななにいないけど写真 取りましょうかみたいな感じになった時は、もう思いっきりなんか手と足と、うわーってやって顔もカーって作るのよ。すごいな、みたいな。それで、それでそれ終わったら、シューってこう、ほんとしおれな遊びみたいになってくるのよ。それで、なんかうちの、うちのね、うちのきゅうりくんはね、むちゃくちゃね、人見知りが激しいタイプなんで、ああいうおじさんがいたら、 もう結構ビビって怖いっていうね特にあの子供っておっさん嫌いだからさいい感じにおっさんだったんでおっさん嫌いみたいですごいビビってましたうちねなんかねもう着ぐるみとかも大っ嫌いみたいで、まあ、なすびは着ぐるみ着てないんだけど着ぐるみとかおやじとか、まあ、好きなのはお姉ちゃんには寄ってましたね本当にもに。 どうにもな,ならないね。可愛い,いお姉ちゃんだとヘラヘラヘラって言って、なんかね、大丈夫なんだけど、おっさんと着ぐるみはすごいクワイって言って逃げてきてました。だからナスビはあの、あの会った時はクワイって言って、でだから向こうが気を利かせてキュウリくんおじさんはナスビなんだよって、だからお前さキュウリくんって言われたんだよって。 そういえばつってなんかうちあだ名キュウリなんですよあここで今初めて言いましたけどでもうキュウリって言えばふんってむくっていうそういう感じ <laughs> あのね本当になんかねキュウリみたいでねひょろっとしてるからねなんかなあだ名もねなかなか結構もう赤ちゃんの時からずっとキュウリってあだ名にしてたんで別になすび だからキュ、なすびの相方にしたくて、きゅうりって言ったわけじゃなくて、もうずっと赤ちゃんの時からきゅうりって言ってたんで、あの、もうなんかイメージ通りに育ってますよ。きゅうりみたいな感じで。なんか。うん、ということでえ、本日はですね、本日の検証当選開封のギアですね。なんかね、肉だったからもっとテンション上がるのかなと思ったら、結構ちょっと脂身多めの肉な感じでね、うん。 っていう感じで,であの検証のせっかくなんで検証のコツ私ね伊藤園むっちゃ当たるんですよ。で伊藤園ちょうどここに箱があるんであれなんですけどあの地域のなんか地域を選択するやつこれほら47都道府県選べる宅配便ってやつなんですけどこれ私ねえー、阿武隈高原の 自撮り。かーシャモっていうの。まだ食べてないのよ。これ半年ぐらい。やっぱりあの真空パックのお肉って結構日持ちするんで、まだ冷凍庫の中に入ってて、まだ一回も使、つく、使ってないからまだ肉あるんですけど、えー、これはですね、えー、 福島県なんですよ。ちょうど喋ってたから紹介しますと、福島県のやつなんですね。だから、あんまり人気がなさそうな自治体を選ぶと当たるっていうのも自分の中で思ってるので、<laughs> あの、福島をこれだけ盛り上げといて、で、だからでもさ、今考えると、あの、福島の、福島って結構自分、 ところの地元の企業もうコンビニでもスーパーでも全体で福島の特産品プレゼンンントっってていうキャンペーンをやってるんですよ全体でもう全部でそう5,000円ぐらい買ったレシートを送るとその福島の何かが当たるみたいな感じで福島自体を盛り上げようっていうなんかあの検証とかがあるんですけどそこのね パンフレットのところにナスビ乗ってたからね、あの、西田敏行さんとともに、あの、乗っておりましたよ。もう、福島って言ったら西田敏行っていうもう、あの、ね、もうこう、鉄板のあれだったんだけど、と、もにナスビが乗ってて、それ見たときにちょっと、 感動しましたね。ああ、この人の福島っていうあ、あれ認めてもらったんだって。あの、福島でも、あの、被災地みたいなところの、あの、なんかね、本当に被害受けたところが、福島の、あの、原発のあるところだったわけで、あの、会津若松ってね、あんまり被害受けてないんですよ。 福島の中で。全然。だから、福島を一括りにして、あの、風評被害するのは、ちょっと間違いみたいな感じ。でも、合図若かまも、あの、そのもう、福島の風評被害によって、全然なんか、普通な感じなんだけど、福島県っていうだけで、もう、本当になんか、あの、嫌な思いをしたっていうのはね、なんか、 会津若松の方に聞いたことがあります。確か、ナスビは会津若松だったんで、まあ、福島の人からすると、まあ、大体東北とかあっちの地域の人になってくると、結構、なんかこう、もう地元の、こう、地域の、こう、 深い絆というか、固い絆というか、そういうのがあるので、なかなかやっぱりね、っていう、そんな感じ。でも、あの、震災のあれとかも、私、あの、東電の昔から東京電力の株主だったりとかして、で、あとは結構ね、関東の方から、あの、なんていうのかな、まあ、あの、東電が、 もうあそこは羽振りのいい会社でしたからね。昔この10年前、11年前とかの、まあ今頃ぐらいまでじゃないですか。あの1月、2月、3月にあれがある前までは株価が4000円ぐらいでしたから、そこが震災起こってからドラーって下がって紙み切れまで下がったんですけど、東電といえばもうエリートみたいな感じで、で、結構接待のなんかこう、 ツアーみたいな。原発ツアーみたいなのがあったんですよ。原子力発電所の、だからそこに、こう、関東の方からか、観光バスみたいなので、連れて行ってくれて、さらにご飯も食事も、福島のそこの原発の周辺のところの、あの、食、食事するところで、もうタダで食べさせてくれて、で、こう工場というかその、 原子炉の見学とかさせてもらって、で、あの、こう、原発資料館とかいろんなところ、福島のあの辺を回ってっていうツアーとかがね、ただで無料でも希望すれば、あの、行けるみたいなあの。おそらく株主じゃなくても株主の枠でもありましたけど、東京電力の、あの、こう利用してる、 関東に住んでる人だったら、そういうのも、あの、料金の徴収とともに、そういう冊子とかが来てて、申し込んだらいつでも行けるぐらいな感じで、頻繁にね、やってたんですよ。これ私ね、見たことあるんですよ。原発に行って、あの、濃縮ウランがどうのとかで説明とか聞いたりとか、あとは、あの、直接、原子炉の、あの、なんか、 あ,んじゃんあの指令室みたいなところも、まあ、中の操作でしてるところまで入ったかどうかは覚えてないけど一応なんかボタンがいっぱいあってみたいなあのね「俺私中入って行ったんですよ」でこれなかなかこのツアーいいね」なんて言って「また行きたいね」って言って。 もこれだよみたいな今あれツアーとかってやったってみんな絶対行きたくないでしょ怖いからって思うでしょでもあの時はそんなこと全く思ってなくて本当に本当になんかあのなんだろうあのこ,こんななんか黒いさ鉄,鉄黒い黒いなんかチップみたいな。 なんか、なん、なんて例えたらね。こう、こんなやつを、で、電力がどれくらいとかで。まあ、電力の話なんで私、私があの、あの理科系の話全く理解できなかったんだけど、どれくらいの発電のなん、なんとかを作ってとかいう説明とかですね。で、受けた記憶が、だからあれは、今から思うと、ああ、なるほど、ああいうので、あの、理解を、うん。 ちゃんと接待してあれを良しとして電力をこうやらないとあのコストが電気を作るコストがその原,原子力発電でやる方が効率よく安く電気があの作れるから。 っていうのを後から知りましたね。火力発電とかだと、やっぱり電気のコストが高くなってとか。だから自分たちの電気代がこう。もう高かったらすごい。ブーブー文句言うわけじゃんだけど、あの結局そういうさ。原子力発電所みたいなのを作るって言ったら、やっぱりそのあの即自分の地元とか自分のところには作って欲しくないわけじゃん。その辺のね。 なんかあれが、なんかなっていう。で、今、なんかそういう1、一回でも事故が起きちゃったら、もう原発を全部止めるみたいな、全部やめようみたいな感じの動きになってるけど、じゃああれ全部やめちゃったら、電気代どうなっちゃうの的な不安みたいなものをですね、考えざるを得ないかなと。で、もう、 そうね、うちは特に東電の管轄の、に住んでる関東民なんで、なんかね、福島の特にあの原発のあるような、えー、あったような、えー、場所とかっていうのは、そこにし、その東京電力からの仕事ぐらいしか、なんか仕事がないくらいな感じの、あの、なんか雇用とかも、ほとんどなんかその街の皆さんが、 なんかその東電の関係の仕事をされてたみたいな感じだったので、ものすごいなんかあの、あそこがダメージを食らうと全てのあの、仕事というのかな、全部が、なんかほら、夕張の炭鉱じゃないですけど、夕張市もあの炭鉱が閉鎖されたら、むちゃくちゃ人口も減って、 やっぱり労働者がいなくな,なれば人口も減ってまあものすごい大変なまだ大変だって聞きますからね今人そのいろんなこう施設を作りまくって、うん、なんかすごいなんか極寒でなんかあの公務員とかは、うん、なんか 5, 時5時過ぎたら暖房を切ってそこから人数が少ないから残業する話とか聞いてああなるほどみたいな。うん でもなんか地元愛がある人はそこに残ってみたいな。でも今どうなんでしょうね。うん、まあそういうのをちょっとまあね考えさせられる感じ。もう特にあの人本当に頑張ってたんで福島の顔にね今多分もうあのね写真見ると見た時にもう西田敏行。 が、こう、ばーっと大きくあって、その横に、もう2番手ぐらいになすびいて、あと次の、な、何か、誰かがいましたわ。うん。そんな感じです。え、ということで、本日もご視聴ありがとうございました